上野館の裸参りは、大晦日の深夜から元旦の未明にかけて、愛知県北郡三浜町を上野館地区で行われる祭りである。地元では単に裸参りと呼ばれる。大晦日の夜に、上野館地区の16歳から22歳の若手が、数人ずつグループになって、数え年42歳の役年の男性の家へ出かけ、若手の世話をするお取り持ち数人と共に、 雑煮を食べて振る舞いを受け、入浴、仮眠をする。午前0時過ぎに、越中ふんどしを着用した若者が、それぞれの宿から上野環漁港の海岸まで走り抜け、越中ふんどしを脱ぎ、新田海岸の海水でみそぎをしてから、おとりちが持参した晒しの締め込みをつけ、一旦宿に戻る。宿で腰に巻いた荒縄に鈴を結び、鉢巻きを締め、わらじを履いて、 野間神社をはじめ地区の7つの寺社へ参詣する。野間神社では、かがり火を囲んで、伊勢温度を歌ったり、酒を飲んだり、記念撮影を行ったりする。おおむね夜明け前には、祭りは終了する。2008年以前は、全裸で祭りを行っていたが、弱衣で見学の女子が参加する男子の全裸を撮影するなどの行為が起きるようになり、ふんどし着用になった。近年は、 和歌手として参加する人が少なくなっている。ありがとうございます。